武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京農工大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、制限時間が60分で、題も3つ、全て長文ですね、で出題されています。で、題目の3が、会話形式の長文に、さらに最後に、自由英作文、まあ、大体40から50ワードぐらいの英量で出題されるという形になっております。で、長文そのもの3つで60分ということなので、時間的余裕は正直あまりないと思っておいた方がいいかなと。で、2016年に関しては、書かなきゃいけない、字数自体が自由英作文以外ちょっと少なめでした。15年のは、それと比べてちょっと多いかなという形でしたが、出てくる問題が割とその文法的な要素だったり、含むような問題、まあ、語彙力だったりですね、もう結構ありますので、単純に記述さえできればいいっていうよりは、まあ、次第に近い、長文読解、ちゃんとできた上である程度の記述、もしっかり書けるようにしておくという形なので、基本の対策としてはまず、マーチレベル程度の長文しっかり読めるようにする。で、プラス記述、まあ、和訳、まあ、要約と自由英作文、まあ、和文英訳と自由英作文ですね、自由英作文だけでやるってわけにもいかないので、で、まあ、和訳に関してはその説明がもうある程度できてる人だったら、まあ、和訳カットしても、和訳問題というわけではないのでいいかなとは思いますので、ただちょっとやっぱりちゃんと説明できないなってことであれば、和訳の練習もしっかりしておいた方が、いいかなと思います。和訳が出ることも、もちろんありますので、16年に関しては、和訳問題は出題されていません。15年14年、などでは出題されている形ですね。で、会話、ですが、会話結構長いので、会話専門の参考書などでちょっと対策しておいた方が、いいかもしれないですね。で、英作文に関しては、まあ、これに関しては内容をちゃんと読めていれば、英作文をする力さえちゃんとついていれば十分対応できる問題かなと思います。ただ、会話専用の参考書をやっておくとちょっと楽かなと。で、長文のレベルについて、まあ、マーチ以上の総計レベルなどの武田塾のルートでですね、参考書はいるかという点に関してましては、安定して高得点を取りたいならやっておいた方がいいかなとは思います。時間がやはり短いので、ちょっと余裕持てるぐらいの実力がないと結構ギリギリの、スピード勝負になるかなと思いますので、そういう意味で、余裕がある人は上のレベルもしっかりやっておきましょう。で、一般的な、国立の、形式と比べると若干その選択問題などが、あったりはするので、そこに関しては、まあ、次第の対策も十分、役に立つ、側面が大きいと思いますので、過去問だけじゃなくてですね、マーチレベルの参考書などもしっかり、こなすように心がけてください。以上が英語の勉強となります。